誕生日に贈る言葉。11月6日生まれの幸運なあなたに。キキ物語。11月6日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは魅力があって社交的、しかも意欲に満ちた野心家です。理想主義で先見性を持ち、紳士の気性に富んでいます。充足感を得たいという気持ちと、いつも行動していたいという思いがあなたの原動力です。快活で感じがいいのですが、時々混乱し不安を覚え、優柔不断になることがあります。そうなるのは苦しい立場に立たされた時で、自ら墓穴を掘ってそういう状況を招いている場合も多いのですが、その度に運の良さで苦境をうまく脱します。支配性である魚座の影響で、繊細さに直感的な洞察力が加わって、本能的に周囲の状況を理解することができます。想像力と鋭い感覚を備え、気分が高揚すると創造的になり、自分の将来をより良くするにはどうすればいいか思いを巡らします。新しいアイディアをもとに何かを始めることに大きな幸せを感じ、真っ先に時流に乗ります。想像力と現実的な能力を持っていることが強みの一つで、独創的な考え方、斬新なものの捉え方ができる人です。16歳になって太陽が射手座に入ると、物事を広い観点から前向きに捉えるようになり、教育や旅行、冒険への欲求が高まります。46歳になると太陽が山羊座に移り、現実的そして几帳面になり、秩序や安定を求める気持ちが強まります。11月6日の誕生花はカーネーション白。花言葉は清らかな愛。ラムサからの今日のメッセージ。存在よ、覚醒をもたらすものはこの英知なのだ。英知だけが覚醒に導いてくれるのだ。そして英知は存在が自ら獲得しなければならないのだ。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。